プラシューターを見つけた時のスカイピース。先生。はい、ありがとうございました。おい、どうも、パンケーキでーす。タイトルにもあると思うんですけど、ついにね、明日、任天堂ダイレクト、明日の7時ですね。明日7時から、朝のね、朝の7時から任天堂ダイレクトが発表されると、みんな学校とかお仕事行く前に見れるというね、配慮された時間。それやったら今日休日やから今日出せばよかったんちゃうかっていう説もあるんやけど、それ置いといて。でね、なんといってもやっぱスプラ勢からすると、明日の任天堂ダイレクト一番期待するのはスプラトゥーン3出るのかっていうところなんですけど、で、明日の放送分では確か冬、この冬発売する商品を中心に解説していくよみたいな、解説紹介していくよみたいなこと書いてたんで、まあね、一見スプラトゥーン32020年発売って書いてたから、まあ、ないように思うんですけど、冬って、この冬っていうね、書き方をしてたので、冬って2月まであるんですよね、2月まで。12月から2月まで。あるんで、2022年1月から2月のどこかで、スプラトゥーン3が発売されれば問題ないと。まあ関係なく普通にビッグタイトルやから、任天堂の普通に発表するかもしれへんし、まあそもそもね、スプラトゥーン3の発表がない可能性もあるからな。まあそこはね、まあ期待はしてもしすぎないようにして、明日のね、発表を見るようにしましょう。右左でヘイト稼いでくれた、マジでナイスだったな。ナイス入れ。え、今も持ってた。お、お、助けて。あ今のアサリ拾えてないってマジ。というわけで、前半にね、喋りたいことを喋れたので、ちょっとめちゃ集中するわ。めちゃ集中してやります。まあ、スプラ3の情報来てほしいけど、さすがに来るよな。前回一回お預け食らってるから。まあ、今回結構発表する時期的にもちょうどいいんじゃないでしょうか。東京ゲームショー控えとるからね、東京ゲームショーに向けて発表があってもいいんちゃうかなと思いますね。あボールドの、ボールドの長さでは届かなかった。いやあ、そこに行ったったらマジで怖いわ。うおー、割られた。ちょっとリッターどこまで届くかわからんから怖いよな。しかもあれスコープやしな、ちょっと長いんよな絶対。え、めっちゃ味方打ちしてないあれ。え、やばないあれ。やばいって、やってること、やってることやばいって。利敵行為やって、それ。敵が利敵行為し始めたけん。おっと、ちょっとうまくいかんくてイラついちゃった、ピキっちゃったかな。やばいってそれは。最後まで頑張ろう。ナイス。ちょっとなんか闇の部分見てしまったな。味方打ちはやばいって。友達とかやったんかな、知り合いとマッチングしてって感じかな。というわけでね、今回は任天堂ダイレクトについてちょっと喋ってみました。任天堂ダイレクト、マジでスプラトゥーン3来てほしい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。